618バイト型巡裸船は中国海警局が運用する巡裸船。2007年より建造を開始し、2011年までに20隻が収益内し収益見込みとされていた。中期建て造艦以降ではフィンスタビライザーを備えるなど対抗性に配慮しており、風浪階級5級までの海峡において任務遂行可能6級まで安全に航行でき、 流放と風力階級十級までの風にこうして航行可能とされている。日本無線製のレーダーと国産の平安マイナス300工学捜索装置を備えており、1 0トル以内の20個の目標を同時に監視できるほか、海計35,103など高気立て造艦では、OIC 室に似た情報中枢区画も設けられている。また武装としては、初期の艦では、 手動小準式の 37mm 単装機関砲であったが、海計44,103など、中期立て造館では、光学式の射撃式装置連接により、半自動化され、さらに海計35,103など、高期立て造館では、やはり FCS 連接して自動化を進めた新型の 30mm 単装機関砲に更新された。2014年に、精査諸島に、 中国海洋石油集団が設置した石油掘削プラットフォームである海洋石油981をめぐり中国海警局及び海上民兵がベトナム当局の抵抗を排除した際には本型の活躍も大きかったとされている。ありがとうございます。